宝永大噴火。宝永大噴火とは、江戸時代中期の1707年、宝永4年に起きた富士山の噴火である。2018年現在、最も新しい富士山の噴火となっている。噴火は約2週間続き、総噴出量は約70メートルと推定されている。噴火による直接の死者は記録されていないが、噴出した。 溶岩石による火災などで甚大な被害をもたらした。宝永大噴火は、歴史時代の富士山三大噴火の一つであり、他の二つは、平安時代に発生した、延暦の大噴火、八百年から八百二年と、上岸の大噴火、八百六十四年から八百六十六年、である。宝永大噴火以後、現在に至るまで、富士山は噴火していない。特徴は、 噴煙の高さが上空2 0トルと推定される火山、爆発指数米後のプリニー式噴火と大量の火山灰である。実際に1 0 0トル離れた江戸にも火山灰が積もった。ただし溶岩の流下は見られていない。地下2 0トル付近のマグマが滞留することなく上昇したため、脱水及び発泡と脱ガスがほとんど行われず、爆発的な噴火となった。 噴火が見られたのは、富士山の東南斜面であり、合計6つの河口が形成された、宝永山。これらは、標高の高い順に第1、第2、そして第3宝永河口と呼ばれ、互いに重なり合うように並んでいる。ただし、麓から見ると最も大きい第1河口のみが目立つ。なお、宝永山は登山道が整備されているため、登山が可能である。火山灰は、 関東一円に降り注ぎ、農作物に多大な影響をもたらした。被災地の管轄は、小田原藩以外は、幕僚や旗本ともゆき地が多く細分されていたが、幕府は、全国各藩への国高に応じた課税により資金、調達し、被災各地の復興に努めた。小田原藩では、自力での復興は無理であると判断し、領地の半分を幕府に差し出し救済を求めた。しかし、 噴火から20年以上を経ても復興できない地域が多くあり、小田原藩の米の収量が元に戻るまで90年ほどを要した。佐古川流域では堆積した火山灰により水位が上がり、堤防が決壊し、水没する村が続出した。大岡越前守忠助に見出された田中急具が徳川吉宗の命を受けて、強法11年。 126年から復興にあたった。富士山の火山活動は三つの時代に分けられる。一番、古い小見竹火山、小見竹は今の富士山の場所で10万年以上前に活動していた。その次に小富士火山が8万年前頃から爆発的な噴火を繰り返して大きな山体を形成した。その後1万年前、5000年前とする説もあるから。 現在の新富士火山の活動に移行した。新富士火山の噴火では大量の火山灰や火山弾などの高架噴出物、溶岩、火砕流などの流出が特徴である。平安時代は特に火山活動が活発で、延暦19年から21年、800年から802年に大量の火山灰を下せたと日本語記に記載された延暦の大噴火があり、上岸8年。 864年には、山腹から大量の溶岩、青木が原溶岩を流出し、現在の青木が原樹海のもとを形成した、上岩大噴火など、大きな噴火があった。その後は小規模な噴火や、噴気活動など、比較的穏やかな時期が続いていた。詳しくは、富士山の噴火史を参照。噴火が起こったのは、徳川綱吉の知性。 遠方8年宝永6年1680年から1709年の末期で、江戸や上方の大都市では、原読文化と呼ばれる町人文化が発展していた。噴火の前年には、元読15年、1702年に起こった厚労死の打ち入り事件が、近松門左衛門の筆で人形浄瑠璃として初演された。富士山に大穴を開けた、この大噴火は、 綱吉や茂秀の悪性の証拠だとされ、これは、いわれのない名信であるが、当時は、このような天才地編は、天地から生まれた財宝である金銀に混ぜ物をして、悪化を発行し幕府の私服を肥やした結果だとさていた。法永大噴火は法永四年十一月二十三日、1707年12月16日に始まった噴火である。 富士山の噴火規模としては非常に大きな部類に属する。また噴火の直前に記録的な大地震があったり、大量の火山灰を広範囲に降らせたなど特徴的な噴火であった。またこの際、長野県の安大温泉で温泉の噴出も確認されている。噴火の始まる49日前の10月4日、10月28日に推定マグニチュード8.6から9クラスと、 推定される方影地震が起こった。この地震の震源は定期的に巨大地震を起こしている南海トラフであり日本最大級のものであった。沿州沖を震源とする東海地震と紀伊半島沖を震源とする南海地震が同時に発生したとの見方もあった。地震の被害は東海道、紀伊半島、四国に及び死者2万人以上。 東海家屋6万戸、津波による流出家屋2万戸に達した。宝永地震の翌日うこ6時ごろ、富士宮付近を震源とする強い地震、宝永富士宮地震があり、鶴が海で強く感じられ、村山浅間神社付近では、車両の家が残らず、潰れ、11月10日、12月3日頃から山陸で、地響きが始まった。また、 この4年前、元禄16年11月23日、1703年12月31日に発生した元禄地震の後にも、12月29日、1704年2月4日頃から山なりが始まったことが、東京越元禄大地震覚書に記されている。放映地震の余震と放映加工付近直下の浅い地震活動が続く中、 11月22日、12月15日の夜から、富士山の山陸一帯では、マグニチュード4から5程度の比較的強めの地震が数十回起こった。23日、16日の10時頃、富士山の南東斜面から白い雲のようなものが湧き上がり急速に大きくなっていった。噴火の始まりである。富士山の東斜面には高温の軽石が大量に、 高架市家屋を焼きた旗を埋め尽くした。夕暮れには、噴煙の中に火柱が見え、火山が見なりによる稲妻が空を飛び交うのが目撃された。この噴火により、江戸でも大量の火山灰が降った。当時江戸に居住していた樹舎の荒井白石は、教皇元年1716年頃に成立した水筆、折りたく、芝の木に後輩の様子を記している。 江戸でも前夜から夕刊地震があった。昼前から雷鳴が聞こえ、南西の空から黒い雲が広がって、江戸の空を覆い、空から雪のような白い灰が降ってきた。また大量の後輩のため江戸の町は昼までも暗くなり、食材の明かりを灯さねばならなかった。別の資料では、最初の後輩はネズミ色をしていたが夕刻から後輩の色が黒く変わったと記されてい 伊藤有賢伊藤島守日記。二日後の25日、18日にも、国会下ることやまずして、折りたく、芝の木と後廃の状況が記されている。ここで注目すべきは、最初の火山灰は白灰であったが、夕方には国会に変わっていることで、噴火の最中に火山灰の成分が変化していた証拠である。この時江戸に降り積もった火山灰は、 当時の文書によれば2寸から4寸であるが、実際にはもう少し少なかったと推定されている。東京大学本郷キャンパスの発掘調査では薄い、白い灰の上に黒い火山灰が約2センチメートル積もっていることが確認された。この後灰は、強風のたびに細かいゴミとなって長く、江戸市民を苦しめ、多数の住民が呼吸器疾患に悩まされた。 当時の教科でも多くの人が咳き込んでいる様が読まれている。セミマルの、これやこの行くも帰るも分かれつつ知るも知らぬも、アフサカの咳を踏まえた歌。また、法永四年当時の開国甲府藩主は、柳沢義安であったが、奈良県大和郡山市の大和郡山市、教育委員会所蔵、豊岳資料には、法永噴火の際に採取された火山灰が現存している。これは、 柳沢家,家家老、矢蓋重毛森により保管されたもので、享保9年に柳沢氏が山和氷山へ転覆となり、現在まで伝わっている。火山灰は二枚の紙によって包まれた状態で現存しており、包み紙の記載から宝永噴火の際のものであることが確認される。なお、宝永噴火が発生した宝永四年十一月十三日には、吉安の子息である常、常高、 地木が十五石下に除任されている。宝永大噴火は宝永四年十一月二十三日、千七百七年十二月十六日に始まり十二月八日、十二月三十一日に終焉した。この期間噴火は一様ではなく、最初の四日は激しく噴火したが、その後昇降状態を挟みながらの噴火が続いた。以下噴火の推移を説明する。 現在の古殿橋から小山町、三リ屋地方は、最大3メートルに達する高架軽石、噴火初期、高架スコリア、中期から後期に覆われた。家屋や倉庫は倒壊、または消失し、食料の蓄えがなくなった。田畑は、焼け砂、スコリアや火山灰などに覆われ、工作不能になり、用水路も埋まって、水の供給が立た,たれ、被災地は深刻な危機に陥った。 当時の領主、小田原藩は、被災地への食料供給などの対策を実施したが、藩のレベルでは十分な救済ができないことは明らかで、あった。そこで、藩主、大久保忠正は、江戸幕府に救済を願い出た。幕府はこれを受け入れ周辺一帯を一時的に、幕府直轄領とし、稲田忠正を災害対策の責任者に任じた。また、翌年売る正月なのか。 1708年2月28日には、被災地復興の基金、諸国公約金として、全国の大名領や天領に対し、強制的な献金、国高百国に対し金2両の拠出を命じ、被災地救済の財源とした。江戸幕府が全国的課税を行ったのはこの時が初めてであった。しかし集められた40万両のうち被災地救済に、当てられたのは16万両。 折りたく、芝の木で、残りは、幕府の財政に流用された。放映五年中に金四十八万八千七百七十両余り、銀一貫八百七十目余りが集まり、被災地救済に支出されたのは六万二千五百両余りと、する資料もある、とよいっとく。三國や地方の生産性はなかなか改善せず、約八十年後の天明三年、千七百八十三年には、 低い生産性に加えて、天命の大飢饉が加わり、ミクリア一揆が起こった。皮肉にも、放映大噴火の被害は、世間の富士山への関心を高めた。噴火の翌年の放映5年、1708年には、再建されたミクリア地方のスワシリ村に、富士山景客が殺到し、翌年も、同様の傾向が続いた。農業収入に頼れなくなった。 すばしり村では五市だけでなく、百姓まで巻き込んで、客引きが加熱した。だが、こうした傾向は五市の元締めである、浅間神社やあくまでも、農業の権を目指す、領主、幕府及びその後被災地の返還を受けた小田原藩に、とって望ましいことではなく、これを統制するために、寛演2年、 1749年に既存五死12名と五子活動を行う有力百姓5名の計1名で五子株が結成され、彼らのみが五子として新職待遇を受けることが認められ、他の百姓の五死としての活動は規制された。噴火により降下した焼け砂は富士山東側の広い高地を覆った。農民たちは田畑の復旧を目指し、 焼け砂を回収して砂捨て場に廃棄した。砂捨て場の大きな砂山は雨の度に崩れて河川に流入した。セントヘレンズ火山やピナツボ火山での例から推定して噴火後の10年間で高火化,化細物の半分程度が流出したとする研究がある。特に佐古川流域では流入した大量の火山灰によって河川の川床が上昇し、 あちこちに一時的な天然ダムができ水害の起こりやすい状況になった。噴火の翌年の6月21日、8月7日から翌日に及んだ豪雨で大規模な土石流が発生して、佐古川の大口包みが決壊し、足柄平野を火山灰混じりの濁流で埋め尽くした。これらの田畑の復旧にも火山灰の回収、廃棄作業が必要であった。さらに、 足柄平野での土砂氾濫は約100年繰り返された。宝永大噴火はその規模の大きさ以外にも火山の噴火について種々の興味深い情報を提供している。この噴火は日本最大級の地震の直後に発生している。地震の前まで富士山の火山活動は比較的穏やかであったことが知られているが大地震の49日後に大規模な噴火が始まった。 噴火は地震波によりマグマが発泡し生じたと考えられている。地震の震源域となった南海トラフを東北に延長すると駿河湾を通って富士山西例の活断層富士川川口断層帯と連続している。宝永地震の翌日には富士宮付近を震源とする大きな余震が発生した。火山の噴火は地下にあった高温マグマが地表に出る現象である。 火山の地下には直径数キロメートル程度の液体マグマの塊、マグマだまりが存在すると想定されている。マグマだまりは地下のもっと深いところからマグマの供給を受けて少しずつ膨らみ、噴火によって中身が減ってしまい収縮する。地下のマグマだまりから地上までマグマが上昇していく原因は大きく分けて3種類が考えられる。一つ目は、 新書からのマグマの供給によってマグマだまりがいっぱいになり内部の圧力が高くなってマグマ溢れること。二つ目は周囲の圧力によってマグマが押し出されること。三つ目はマグマ中に含有される気発成分の分離、発泡によって体積が膨張し、マグマが溢れることである。富士山の地下にもマグマだまりは存在し、火山活動の原因となっている。 富士山周辺で観測される低周波地震はマグマだまりがあると推定されている位置の周辺で発生している富士山のマグマだまりは高栄地震の強震域にあり富士宮の余震はマグマだまりのごく近傍で発生した強震の影響として大きな振動によりマグマ中の水分やに酸化炭素などの気発成分の分離が促進れた可能性が考えられる 危険な例で説明すると、ぬるい缶ビールを振り動かした状態である。また本心や余震の震源断層運動による地殻歪みの変化が噴火を促した可能性もある。宝永大噴火では一連の噴火中に火山灰、硬化物の成分が大きく変化したことが知られている。この両方とも、硬化物中の計算に酸化系素の含有量が変化したことを示している。噴火初期の 白梅は富士山としては珍しく二酸化系素を70%程度含むデーサイト質であった。その後の国海は二酸化系素が50%程度の玄武岩質で富士山を形成する一般的な岩石、溶岩などの分析値と一致する。宝永大噴火ははじめに富士山には珍しい二酸化系素の多いデーサイト質熊が噴出し、 その後富士山本来の玄武岩質マグマの噴火に移行したと考えられている。火山灰が白色から黒色に変化した原因はマグマ溜まり中のマグマ成分の噴火と想定されている。宝永大地震前の富士山は約800年間大きな噴火活動がなかった。その間マグマ溜まりには新初から少しずつ新鮮なマグマの供給を受けていた。マグマ溜まりは徐々に冷えて、 凝固点の高い成分が結晶化してゆくが、比重が重い成分、鉄やマグネシウムを多く含む黒っぽい結晶は沈降しやすいため、マグマだまりの上部は比重の軽く白っぽい、計算成分が多く残っていた。そのため噴火の初期には、マグマだまりの上部にあった、計算成分の多い白い軽石や火山灰が放出され、その後富士山本来の黒っぽい、 火山灰や高カスコリアが放出された。富士山が噴火した場合、社会に与える影響が大きい。そこで、国の防災機関や地方自治体を中心に、学識経験者などが集まって、富士山ハザードマップ検討委員会を設立し、万が一の際の被害状況を想定して、避難、誘導の指針とした。ハザードマップでは、過去の富士山の噴火を参考にしながら、 様々な火山災害を予想している。その中で火山灰被害の例として、放映噴火の被害想定が詳細に検討されている。ハザードマップは、中間報告、平成14年、2002年6月と検討報告書、平成16年、2004年6月の2回、調査結果をまとめた報告書が出されており、内閣府の防災部門のホームページや、 関係市町村のサイトで公開されている。宝永大噴火では、溶岩の流出などによる被害はなかったが、大量の火山灰が広範な地域を追った。平成16年2004年6月の検討報告書では、宝永大噴火と同規模の噴火が起こった場合、火山灰が2センチメートル以上降ると予想される地域は、富士山陸だけでなく、現在の東京都と神奈川県のほぼ全域。 埼玉県南部、房総半島の南西側一帯に及ぶ。右数山照。この範囲では一時的に、鉄道、空港が使えなくなり、雨天の場合は、道路の不通や停電も起こる。また長期にわたって呼吸器に障害を起こす人が出ると、されている。富士山東部から神奈川県南西部にかけては、噴火後に大規模な土石流や洪水被害が、頻発すると想定されている。 ただし、この荒廃可の製図が想定した、宝永大噴火は、延暦21年、802年の噴火以後で話題の荒廃量だったので、次の噴火もこの範囲に荒廃するという意味ではない。細かい灰は、どこにでも侵入するため、電気製品や電子機器の故障の原因となると推定されている。すなわち、 スイッチ類の接点不良や火山灰体積による冷却不良が原因で加熱故障を起こすなど様々な障害を及ぼすと予想されている。類似の例として中東の砂漠地帯では砂ぼこりによる電子機器の故障という大きな問題が存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。